界は今、ジェトログローバルアイ。日本のアニメは世界で人気ですが、これから普及していく国もあります。その一つが南アフリカです。今回はアフリカ最南端の地で日本のアニメがどのように受け入れられるのか取材しました。アフリカ大陸最南端の国、南アフリカ。人口およそ5700万人のこの国にも日本のアニメの人気に火がつきつつある。南アフリカ最大の都市ヨハネスブルグで開かれたアニメ関連のイベントを除くと、日本のアニメキャラクターやゲームのキャラクターに扮した多くのコスプレイヤーたちが。初めて見てるのアニメはドラえもん、あれはアニメ見てるでなんとなく覚えてるって、はいこちらのコスプレイヤー2人の衣装は手作り。目が光る仕掛けもある手の凝りようだ。2つの制作期間は2週間、費用はなんと10万円だ。イベント会場内には日本のアニメ関連グッズを販売しているブースがあり、遊戯王のカードゲームなどが見られた。実店舗とインターネットでアニメグッズを取り扱っているザ・ダークカーニバル。この企業は欧米や日本のアニメやゲームのキャラクターグッズを販売。欧米に比べて日本のキャラクターグッズは 2、3 割ほど高いが、それでも売れているという。 The very popular characters here are Goku from Dragon Ball Z, anything from Dragon Ball Z, Naruto characters, One Piece characters, Bleach, Tokyo Ghoul. So these are the characters that we do, the very popular characters here. 店舗では実際の商品を見ることができるとあって、1日 2、300 人がキャラクターグッズを買っていくという。ハーマン社長はさらに日本の商品の取り扱いを増やす予定だ。日本のアニメのキャラクターグッズが人気の背景にはテレビやインターネットでの配信が影響しているが、有料サービスでアニメを見ることができる人はごく一部。ほとんどの人はテレビ放送で見るのが一般的だという。平日の夕方、家族団らんのひととき。親子が見ていたのは日本で2004年に始まった「ブリーチ」。人気のアニメだ。ブリーチを放送している国営放送局などに番組コンテンツを収めている企業の一つ、AAA エンターテインメント。番組の制作や字幕、吹き替えなどを行っている企業だ。今テレビ放送をしている日本のアニメの数が少なく、増やしたいと考えていた。ではどんなアニメを増やしたいと思っているのだろうか。So, animation that has African characters in it is the most preferred, if that's available. Otherwise, it's animals, robots that are not ethnic specific. It can be non-humans. That is what people are asking for the most. つまり、多様な文化や民族を有する南アフリカでは、そうしたことを意識させない作品が重要なのだ。南アフリカで日本のアニメブームが巻き起こると、アフリカ地域に広がる可能性があるとジェトロヨハネスブルク事務所の月立は話す。その南アに限らず南部アフリカですとか他のアフリカ地域にも伝播させるような影響力がありますので、南アフリカで流行ればですね、他のアフリカでも流行させるトレンド関係者っていうのがいるのかなと思います。日本のアニメへの関心が高まる中、東京で世界最大級のアニメ関連のイベントが開催された。このイベントに合わせて開かれた商談会には、欧米やアジアなど世界11カ国から15社のバイヤーが参加した。会場には南アフリカのテレビ局に番組コンテンツを提供しているシュミッツ社長や、キャラクターグッズを販売するハーマン社長の姿があった。彼らに加え国営放送局も参加。日本のアニメへの関心の高さがうかがえた。ハーマン社長は次々と日本企業と商談。南アフリカで販売したいアニメグッズを見つけたのだろうか。So it was a very interesting meeting. It was quite exciting because they do, there's a merchandise aspect of their business. It could develop into further business. Hopefully we do decide to go with them and start listing their products. 南アフリカの国営放送局の担当者が商談しているのは日本アニメーション。トム・ソーヤーの冒険や不思議な島のフローネなどの世界名作劇場を手掛けた企業だ。実はですね、だいぶ前にすでにうちの、作品、名作シリーズの作品を、販売してまして、で、今回、最近デジタル化とあと HD 化を古い素材を全部しましたので、改めて綺麗にフレッシュな状態になった素材をアピールをするというような目的で。南アフリカには争い事がないアニメが受け入れやすい環境があるのだという。バイオレンスとかもないですし、とてもこのなんていうんですか、平和的なと言いますか、安心して見ていただけるようなアニメーションなので、結構、いろいろな国で需要があるというところだと思います。購買意欲があるということだと思いますので、今後も密にやり取りをして続けていきたいなとは思います。続いて商談したのはトムスエンタテインメント。ルパン三世や名探偵コナンなどを手掛けるこの企業もまた南アフリカ市場を狙っていた。南アフリカにライセンスしたことなくて、過去30年前はあったんですけども、その後はあまり開拓してない地域なんで、ライセンスできればと思って。私の車に逃げて。今回売り込むのはルパン三世のスピンオフ峰不二子を主人公にした映画や、名探偵コナン、新作の8月のシンデレラナインなどの作品だ。私を物にしてみなさい。トムスエンタテインメントのルパン三世は海外を舞台にした作品が多い。コナンとルパンはみんな結構興味を持ちいただいてるんですけども、8月のシンデレラナインは、トピックとしては女性野球なんで、野球やってない国がほとんどなんで、野球がちょっと難しいかもしれませんね。一方、シュミッツ社長が商談しているのはアニメ制作会社手塚プロダクションだ。鉄腕アトムやブラックジャックなど数々の漫画やアニメを生み出した手塚治虫。手塚作品は英語やフランス語などの外国語に翻訳され、海外で親しまれているのだ。特に鉄腕アトムはアストロボーイという名で世界に知られている。そんな手塚プロダクションがなぜ南アフリカ市場へ打って出るのだろうか。今新しいアストロボーイのですねシリーズを作っておりまして、でそれですごく子ども向けの作品として市場波にかけたいなと思って、新作の PR ですね、あと新作の売り込みです。その新作の「鉄腕アトム」がこちら。制作段階から海外マーケットを意識し、言語は英語。新作の鉄腕アトムだけでなく他の作品も売り込む予定だ。商談中に手塚アニメのことをもっと知りたくなったシュミッツ社長、手塚プロダクションのブースへ向かった。ブースで商談を続けたシュミッツ社長、南アフリカ市場で受け入れられると感じたのは、白いライオンが主人公のジャングル大帝だ。We found a great title with them, which is based on a white lion. It's African animals essentially, so it's easy for us to adapt it for South Africa and for Africa. 鈴木さんも手応えを感じていた。白いライオンっていうのが割と今ちょっとその黒人さんとかそのアフリカの人たちの中でそのイシューとなっているアルビノの問題も含めて、なんでしょう、人の興味を持つということと、その作品自体からその共存共栄っていうのがテーマになってるっていうことを含めて、すごくやっぱ興味を持っていただきました。作品に込められた作り手の思いは想像を超えて南アフリカの人たちに響いていた。世界中に広がる日本のアニメ、可能性はまだまだありそうだ。日本のアニメは遠く離れたアフリカでも人々に感動を与えていました。国境を越えて価値観を共有できる、そうした点もアニメをはじめとするコンテンツの力だと思います。一層の広がりを期待したいです。